皆さんこんにちは、坂東忠信です。本日はですね、取り調べ室の、現状実態についてちょっと、いくつかですね、ここ問題が出てくるかと思いますので、問題が出る前に私このお話をしたいと思います。実はですね、今民主党政権下で人権人権言われている、その影響かとは思うんですけども、取り調べ室内、警察署の取り調べ室内での状況が徐々に変わりつつあるんですね。よくドラマなんかですとですね、お前そろそろ本当のこと言えよってこうカツ丼出したりしますよね。お決まりのパターンですけども、あれはもともとやっちゃいけないことなんです。実は警察署の中ではカツ丼出しません。というのは、犯人がいや刑事さんにカツ丼を奢ってもらったんで喋んなくちゃいけないと思いましたと言ってですね、公判廷でそんな話をすると利益供与ということになってですね、これは違法な取り調べになっちゃうわけです。まあカツ丼はダメですけども、でも、取り調べの時にはですね、お茶ぐらいは出しますね。これは相手がどんな犯人であっても、殺人犯であっても、何であっても、外国人であっても、ね、どんな悪いことをしてても同じ人間同士でちゃんと腹を割って晴らさないといけないというところから、刑事さんも相手の人権を無意識のうちに尊重しているわけです。だから自分がお茶を飲みたいときには相手にもお茶を出すと、そういうようなところから人間のお付き合いとして取り調べが始まっていくわけなんですけども、今実はこれが禁止されてるんですよ。お茶を出して飲んでから犯人が喋ると、喋った場合にですね、公判廷において、あの時刑事さんにお茶を出してもらったんで私は喋らなくちゃいけないと思って喋りましたというような話になるとですね、これも利益供与じゃないかと突っ込まれる恐れがあるということでですね、警察の方では予防線を張っているんです。もっと面白いところはですね、お茶は全部がダメなんじゃないんです。お茶の中でもですね、デカ部屋の警察署の刑事さんの部屋にはですね、お茶が2種類あるわけですね。一つは会計係の方からお金もらって国費として買ってる、お茶です。コーヒーとお茶ですね。とそれだけじゃなくて、足りないから刑事さんたちが自分たちで自腹を切ってお金出し合って買ったお茶なんですね。国費のお茶については出してもいいんだそうなんです。で、刑事さんたちが自腹を切って買ったお茶に関しては、これは被疑者、犯人に飲ませてから供述を取るというのはダメだというお話なんですけど、これおかしいですよね。中国人被疑者がですね、ウィッとお茶飲んで、このお茶は国費ね、私喋るよと、こういうような、こんな犯人いないんですよ。そんな違いの分かる男は捕まらないんですよ。それはおかしいと思うんです。でもっとおかしいのはですね、取り調べ室では、よくお前本当のこと言えよバーンとかってこう机叩きますね。そういう場面なんかも刑事ドラマでありますけど、ああいうことしちゃダメなんです。大声を出したりしちゃダメなんです。大声を出したり相手の体に接触してはいけないというお話なんですね。これも人権人権と言われて警察側が下がりまくったところで、とうとうそんなになっちゃった。実際に私がやってた頃にですね、取り調べ室の中で居眠りをするやつがいる、眠ったふりをするやつもいるんですよ。そういうのがいた時には、私の頃はですよ、二人とも立ちます。お前眠たいんだったら立てよと、俺も頑張るからさ、ちゃんと本当のとこ話せよお前というようになりますけども、今はそれもできない。大声出しちゃいけない、机を叩いちゃいけない、立たしちゃいけない、手をかけちゃいけない。じゃあ相手が一切応じるつもりがなくて、ふてくされていたらどうなるかと、これ全然取り調べにならないんですね。税金の無駄です。そういう時のことを考えないでですね、一律に相手に手をかけてはいけないだとか、人権人権と言ってるうちにですね、これはもう取り調べできる状況じゃないと。私の先輩方もですね、もうこんなんじゃできないよと、恐ろしくて、こっちは事件解決のためにね、一生懸命考えて大きな声出す時もあれば、多少机もこうやって叩いて、相手が 寝たいんだったらお前帰るかと、それともちゃんとこうやる気があるんだったらここでちゃんと目覚ませというようなことも声もかけるはずなんですけども、それができないと、そういうような状況になっています。それとですね、さらに一つ非常に問題なのは、取り調べ室の可視化という問題があります。最近よく話に出てますけども、やたら冤罪だけがですね、こうピックアップされていって、被疑者の人権の方にばかりこう重点を置くようになりましたものですから、各取り調べ室に、全ての取り調べ室にですね、カメラを入れようというようなお話もあるんです。
でもこれをやってですね、困るのは刑事さんじゃないんです。実は、犯人の方が非常に困ってしまう。どういうことかと言いますとですね、特に外国人犯罪の場合なんですけども、例えば私が扱った中国人犯罪、盗む、窃盗にしても、侵入窃盗、それから他の犯罪にしてもですね、強盗にしてもですね、一人でやるということはないんです。彼らは日本国内においてやっぱり異国の地ですから、非常に不安ですから、見張り役ですとか、そこからピッキング、こうやって鍵を開ける係だとか、そこからリーダーがいたり、電話で連絡を取るやつがいたりして、4人とか3人ぐらいがいるのが当たり前なんです。特に強盗の場合、侵入セットの場合ですね。それらが捕まるわけですから、共犯が存在するわけです。それぞれが別々の部屋に、分散されて取り調べをしてるんですけども、もし本当にその中の一人が反省してですね、本当のことを言いたいというような時にカメラが回ってるとですね、その自分がゲロっちゃってる、本当のことを言ってる、自白している映像がどこで使われるのか恐ろしくて喋れなくなっちゃうんですね。だから取り調べ室では、ずっと黙ってる状態なんだそうです。すでにこれはお試し運用の期間があってですね、もう警察署の中でそういう期間があって、実際にそういうことがあったんですけども、本人が喋れなくなる。で、刑事さんも聞いても何も答えない。でもじゃあ答えないんだったら、もうじゃあ今日はやめにしようって言って留置場に返しますね。留置場に帰ると、俺本当のことを喋りたいんだと、もう俺本当に反省してるし、もうこのまま俺が黙ってたら俺一人がだけが罪をかぶっちゃうことになると、そんなのは耐えられないと、もう本当に悪いことしたんだから本当に喋りたいと言うんですけども、留置場の中で喋ったことに関してはですね、これは、調書にならないわけですね。相手を閉じ込めてる状態で、調書を取るっていうのは、これはちょっと違法な捜査になりますから、またちゃんと取調室の方に持ってきます。でも持ってくるとまたカメラが回ってるから喋らない。相手に大声を出してもいけない、お茶も出してはいけない、机叩いてもいけない。もちろん最初から拷問なんか、警察はもう全然、私はそんな拷問やってるようなところに立っちゃったことないんですけどね、そんなこともしてない。そういうところでですね、さらにカメラが回ってると、そこまでして彼らの人権と言ってですね、アピールする必要があるのか。警察官自身がこんなんでは仕事ができなくなってきますし、著しくその士気をくじかれる、やる気をくじかれるところが出てくると思うんですね。本当に事件解決のためにと思って力込めてやってるのに、ちょっと叫んだだけで取り調べが中断したりですね、寝てる被疑者を起こそうと思って、おい、こうちょっと起きろよと言った段階で、それが処分の対象になってしまうのでは、もう全然警察官の方もやる気をこれ失っていくということは、事件解決に結びつかない、税金の無駄遣いがどんどん増えていく、まあ、そのような状況になってきますのでですね、ここは取り調べ室の可視化だとか、犯人の人権というような言葉を聞いたときにですね、なんでその人権をそこまで保障しなきゃいけないのかと、もうすでに保障されているにもかかわらずですね、どういう勢力がこれを推し進めようとしているのか、その勢力を動かしている後ろの勢力はどんな勢力があるのか、ここら辺までですね、ぜひ皆様方には新聞や、テレビ雑誌などから汲み取っていただきたいなと思います。はい、本日はお時間になりましたので、これぐらいで、ありがとうございました。